世界で一番短い聖書のお話の時となりました。今日は12月30日で、明日は31日ですが、日曜日なんですね。月曜日が1月1日ということになります。私たちの年度の始めは11月ですから、もう新年度始まってるんですが、まあ、世の考えでいけばこれから新しい年度ですね。そしてですね、おそらくこの次の年度は素晴らしい神の技と黙示録に近づくいろいろな歴史の動きが起こってくると思います。まさに激動の中に入っていくと思われます。しかし主を信じる者、主に耐える者には特別な守りと祝福があると思っていただきたいと、こういうふうに思います。それで今日の聖書の箇所は第一サムエル15章の22です。主は主の御声に聞き従うことごとに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。ここからお話をしたいと、こういうふうに思います。私はですね、ジョージ・ミューラーの聞き従いの本というのを読んで、そして神様に従う、そして神様の計画を行うということを強く印象づけられ、またその歩みをするようになりました。そしてそれは私にとって大きな祝福でした。なぜなら最善の道が私に開かれてきたからです。皆さんが能力がなかったとしても、失敗したとしても、病気があったとしても、しかし最善は皆さん失われていません。最善はどこにあるのかというと、神様の計画の中にあります。それゆえそれに気がつき従う者たちは特別な主の恵みと祝福のうちを歩むのですね。また私は面白いことを見てきました。それは私自身もそうですが、私の賜物はこうであってこれに向いているというふうに考えていたんですが、主に従うと実は違うことが本当は私の賜物であり、そして違うことが向いているということが分かったり、そしてそこで用いられたりするという不思議な現象です。多くの方々は自分自身をも正しく捉えられてないと思われます。それは私も同様でした。それで私たちが教会を始めた時に一人の兄弟がいたんですね。人間関係が下手なんですね。でいろいろトラブルを起こしておりましたし、また彼は自分は牧会には召されてないとこうおっしゃってたんですね。そして運転手とか、あるいは教会管理、まあ、掃除をしたりいろんなものを整えたりする、これで献身するというふうに言っておりましたし、また私たちもそう思ってたんですね。なぜそうなのかというと、彼の賜物がそうだったからです。ところが実は彼の人生は違ったんですね。本当の賜物が彼のうちに隠れていて、私たちはよく分かってなかったんですね。ある時に予言が来ました。それは何かと言いますと、彼のことを霊的な器だと思っている者は一人もいないけれども、彼のうちに霊的な賜物があり、彼はそれで用いられると、牧師として用いられるだろうと、こういうふうな神の言葉があったんですね。私はまさかと思いましたが、祈ってみると確かにそう、あの神様が導いておられるということを感じたので、彼にも言い、まあ、彼も予言されたりなんかしたんですね。まあ、彼も驚いたようです。しかし祈ってみるとそうだということで、そして恐る恐る道を踏み出したんですね。そうしましたら彼は牧会で用いられ始めたのです。そしてですね、7つかな、8つの教会を神様は彼を通して表されました。そして私が彼の教会に行って彼の悪口なんか言ったりすると、信徒の方々から立派な先生ですってたしなめられたりするような牧師となってきました。その中で主を驚き、そして主を褒めたたえます。全く誰もその賜物に気づかなく、本人さえ分からなかったにもかかわらず、主に従った時に本来の彼自身の働きと賜物が豊かに表され、大きく祝福されたのを見て、神様の知恵と導きを私は驚くのです。どうぞ皆さん主の御心を行ってください。そこに皆さんの真の働きがあり、真の恵みがあり、祝福があります。どうもありがとうございました。